これはお墓だよ。人数分には程遠いけど、練習を兼ねて俺が作ったんだ。気休めかもしれないけど、戦場じゃよくこうしてたでしょ。俺が憎しみ続けてる間、リッケルトはこれを仲間の死を受け入れ弔い、新しい生き方を見つけて、こいつらしい健やかな強さで。襲ったのが俺で残念だったな。お宝はあるんだろうな。上玉がいたら教えてくれよ。ここは守んなきゃね。お願いしますだろう。目に物見せてやら。
められちゃ終わりなんだな。戦は言ったが、道理で体がきしむわけだぜ。てめえ、ぶっ殺してやる。命を懸けるなんざバカのやることだろう。リッケルト、さっきはその、すまなかったな。ううん、俺の方こそごめん。自分でも歯がゆいよ。だけど、ここにいていろいろ、大切なものもできちゃって。気が気でないのはわかってるけど、今夜はここでゆっくり休んでよ。逃げたんじゃねえ、逃げられねえんだ。この右目に最後に焼き付いたものから、恐怖、憎悪、わからねえ、あるいはその両方なのか。このどす黒い炎は絶対に贖うことはできねえ。贖えねえなら、逃れられねえなら、こいつで身を焼くしか、敵を焼くしかねえんだ。俺には仲間の仇討ちさえ口にする資格はねえ。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。お前はもう抜けた人間だろ。そこまでしてもらう義理はないよ。連れてけよ。無理やりでも何でも、今度こそ出ないと。あいつ、お前は自分の戦をするんだろ。行かなくっちゃ、一人でも行かなくっちゃ。とうの昔に、あの時から俺にはもうその資格はねえんだ。自分から始めた戦だったよな。こいつは俺が自分から挑んだ戦だ。けどよ、だけどよ、俺を焼いているのはこの黒い炎だけじゃねえ。あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしてる。そうだ、このか細い最後に残ったかがり火だけが、俺が黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまらせていたんじゃねえのか。なんてこった。俺はまた繰り返しちまったっていうのか。俺はまたなくしちまってから気がついたっていうのか。またそうとも知らずに、この手のひらから放り出したことにも気づかずに、まだだ、まだ遅くはねえ。今度こそもう二度と失えねえ。異端審問官護衛の際、たびたび襲撃を受けた。
さて、あなた方が私を襲った理由を聞かせてもらいましょう。復讐だ！貴様は村を邪教徒の隠れ里と抜かして村人全員を焼き殺しやがった。女子供に至るまで一人残らず。確かに不幸にもそのようなことがありました。しかし拙僧は神の教義に従い公正に判決を下したまでです。何が公正だ！俺たちはただ飢饉で寺院へのお布施を一時的に中断すると申し出ただけだ。それを一方的に。天誅だ！貴様にこそ天罰を下してやる。天誅、天誅、天誅だと抜かすか、この不心得者が。僧侶に弓引く廃教者の分際でこともあろうに天誅だと。貴様らのような輩に、いや、この地上では我が法王朝を置いて他に神の代弁者たる資格は何人たりにも許されてはおらぬわ。ファルネーゼ殿、貴兄はこの者たちにはどのような処分がふさわしいと思われますかな。僧侶殺害を企てた者には家計か車輪引き刑が課されます。ご名答、素晴らしい。さすがは栄えある聖鉄砂騎士団団長殿です。大したご見識だ。私の権限をもってこの場で簡易裁判を執り行います。判決、被告全員を車輪引きの刑に処す。さて、追っ始めるか。どう？昨晩親方が剣を打ち直してくれたんだ。それからこれ、俺が考えた火薬を使った新しい武器。こりゃいいぜ。この辺りで聖地って呼ばれてる場所に心当たりねえか。それもなんつうか、羊飼いとかが大勢集まってるような。そういえばここから街道を3日ほど行くと聖アルビオン寺院っていう古い修道院があるよ。なぜだか知らないけど断罪の塔とかって呼ばれてる。もしかしてそれのことかな。今は難民で溢れてて、聞いた話だと邪教徒が紛れてたらしく、近々法王朝から異端審問官が派遣されるらしいよ。いわゆる魔女裁判ってやつだね。俺はキャスカがそこにいる可能性は低いと思うよ。遠いし根拠もないし。根拠はあるさ、根拠はある。藁をもつかむってやつだが、今は信じるしかねえ。わかんないけど、いろいろあったんだな。こいつにこんな顔させるキャスカってどんな人なんだろう。じゃあ行くぜ。ガッツ、キャスカのことを頼んだよ。そして必ずここに戻ってきて。出ましか。
と登り切っちゃおう。つけるかな。なんだろう、悪そうなのがゾロゾロと。てめえ、まずいよ、子供が。おや、おめえ何者だ。あのガキの仲間か。変なのに巻き込まれちまったな。ルコスケ、お前食い物持ってるな。お礼はそれでいいぞ、気を使わなくても。お前エルフなのか。なんだあのバカでっけえのは。剣なのか。強すぎる。やべえ、クシャーンの奴らだ。囲まれてる。ほれ、ガキンチョはこっち、じっとしてて。何言ってんだよおめえ。
わかんねえのかこの状況が。ぶっ殺されんぞ。なんなんだおめえら、道開けろ、急いでんだ。時間食ったぜ。ちょ待てよお前。一体追うな。もうよい。今我らのすべきことはただ一つ、神託の地を探ることのみ。あいつ昨日の昼から丸一日半走り通しやがったんだ。運よく難民の馬車に便乗できなかったら見失ってたぜ。お主剣士か。俺はパック。人に名を尋ねるときはまず自分から名乗るがよい。石泥。お前昨日から俺をつけ回してるみてえだが、俺に何か用か。弟子入り志願か。それならきちっとマネージャーであるところのこの俺を通してもらわないと。なんじゃねえ。俺は人の下につく気はねえ。剣持ってんだな。剣士になりてえのかお前。人は斬ったことあんのか。なめんなよ。人の一人は二人。ま、どうでもいいけどな。あまり俺の周りをうろちょろしない方がいいぜ。俺がどうしようが俺の勝手だ。とやかく言われる試合はねえぜ。ま、そうなんだけどな。おい待ってくれよ。